東園市政府早運公定局は台湾東園市の東園市政府が設置した一級機関。桃園都市運の路線網のうち中央政府の直轄事業だった東園機場早運を除く整備予定の路線は本局が計画策定や建設、監督業務を所管する。日本の多くの公営地下鉄のように建設局に相当する本ところが入札や建設の監督、 運行は、早運行士が担う。2015年に、市交通局参加で、早運行艇ところとして、発足。2017年12月、市長の定分散が当園基上早運以外の、市内路線建設が本格化することに対応すべく、都市運行艇局への格上げに言及し、2018年に、市政府と市議会での外交法案可決を経て、 市政府直下の壺として発足することになった。市域内の計画中及び建設中の路線は以下の通り。3. うぐい線を東園市内へ延伸する2期区間は1期区間所管の2北市政府早や運行定局に初期の計画策定を委任している。実際に建設が決定した場合は、東園市内区間の監督事項を本局が受け持つ。ありがとうございます。